はい、では設定完了いたしましたので今週もやっていきましょう。第36回アルカナハード3チュートブハイ、で本日は13名の参加で、シングルトーナメントとさせていただきました。はい、では早速やっていきましょう。第1回戦、港さんのリリカ対オンクさんのキャサリン、ではじゃんけんお願いします。これさっきが邪魔なの、誰のか分かんないけど中身入ってるの、後で捨てておきましょう。はい、でその次がヤブログ代理さんとレンコさんなんで、まあのじあいやってるな気しますけど2人ともやってるわ。お願いします。さあ第1回戦、港さんのリリカ対オンクさんのキャサリン。さあアルカナはか、運リリカ対カテゴの風キャサリン。さあまずはキャサリン側が飛び道具置いといて、総裁から地上ガードしっかりしてじゃんいいよ、護衛で総裁取る。で前を離したけどラリアットのパワーに負けてしまい、から逃げらん差し込んでかかとめくり、しかしコンボに持っていけない。画面端取って、とガード無敵、投げ無敵時間がまだあった。しかし攻めは継続できて、うんころからフリップと、さあ C 派生から超サイコロで締める。めんどくさい状況、ジャンプして逃げて、叩く状況を有利しているは港さんのリリカ。アキャさんの攻めを警戒しつつ、さああと少しの体力削っていきたいが、ここでジャンカウンターヒットから受け身を空中投げでしっかり勝って、叩きから、さあナイトストリームで抜けていく。ジャン C つなげてそのまま殺しきって、まずは一本選手する港さんのリリカ。第2ラウンドジャン B カウンターヒット、バーストを使って、さあ 2E 空ガフのプラスめくり、ここから、はい、一旦引いて投げていく。さあ置き止めはサイコロ置いといて、ガードクラッシュだったけど普通に食らった気もする。バスを使って抜けていって、ジャン A からラリアット、超ラリアットでダメージを持っていく。ファルクスは出さずに、サクタイクフリップに対して当たってしまう。画面端、さあ 4D とラリアットを噛み合わせて叩きつけて、キャサリンの画面端、新ミサイルからチビオド、ガードクラッシュ、これは抜けられない。さあ最終ラウンド、お互いにフォースの状況はほぼ五分といったところだが、ラリアットを押し付けて、さあ様子見からジャンイー、受け身は取らなかったので突進は当たらず、ラリアットをしっかり見てからジャン B からトルネードエッジ、画面端サイコロ、めんどくさい状況、ダメージもらってしまうが、さあ体力状況はそこで噛み合わせていく。サイクロンストームさあ派生に引っかかってしまい、バースト使ってなんとか生きていたけど、さあジャン A 勝ったのは港さんのリーカー。はい、次が、ヤブログ代理さんと連合さんなんですけど、多分ヤブログ代理さんは奥の方でやってるんで、とりあえず飛ばしちゃいます。はい、で次ヤイバさんとツバメファンさん。ヤイバさん、はい、じゃあツバメファンさんとじゃんけんお願いします。じゃあ兄弟決めじゃんけんで、さあなんかね、くじを引いたらね、あかねが3人固まったとこが出てきてしまったんですけどあ、一回ちょっと飛ばしちゃったんで、じゃあこの次、まあ空いてれば、まあ、みんなのじ合いやりたいんでね。
なんとさあ、あれ同キャラ対決。さあ、火力重視の火矢金対立ち回り重視の風矢金。さあ、まずは圧倒的な勢いで攻め続けている矢岩さんの茜。なんとか1個貯めれて次のラウンドには持ってたけど、このまま殺しきる、ヘリキル。さあ、華麗なコンボでまた1ラウンド制していく矢岩さん。長ね、ガーギャに対して投げ通して、と切れ目は通らずに逆に反撃もらってしまう。ただ突きから壊しこすって、そうは負けずと壊しから 5C のところでバーストを使わせていく。クーガフの 5B 通して、さあ、河川をコンボしっかり決めて、画面端壊しのところに花投げ入れていく。カーゴーハから、これは総裁が起きてしまう。圧倒的な勢いで勝ったのは矢岩さんの赤ね。はい、じゃあ次、ヤブログ代理さんと蓮子さん。蓮子さんやってる？あ、いたいたいた。じゃあ、お願いします。じゃあ、ゲーム。まあ、2位でも。なんか、今日は割と出席率低めの人も参加してるんで、ちゃんと相手の動きをね、人読みだけじゃなくて、その場その場で対策していくっていうのはかなり大事かもしれないです。さあ、今度はシャリルハローとカデシャル対、さあ、レンコさんは何を選ぶか。ワンワンを、鋼を選んでいく。さあ、風シャル対鋼コノハ。まずはさあ、シャルの強み、ここから始まるシャル戦。アドバンのところに手裏剣差し込んでて、さあ、なんとか一回捕まえていく。このまま逃がしたくないが、さあ、空中からフノを入れていく A ハセ。しかし、さあ、ダメージソースにはならず、バーストを使っていく。ガーギャンから早手突き、空投げ通されてしまい、さあ、しかしゲージがなかったのか、安く済んで、ここからさあ、アドバに対してしっかり早手突きで対策していく。空投げ通って、今度はしっかり5A からコンボ持っていって叩きつけから、さあ、裏回りでジャンイ。さらにさあ、はやて C 派生当たってしまって、さあ、わからないぞ、乱れくない、とりあえず削っといて、あわよくば死んでくると。押し付けていく、ここでジャンイ出る前にジャン A で潰していく。まずは一歩先するレンコさんのこの歯。さあ、手裏剣跳ね返しつつダメージ取っていく。ジャンプロクシードドンで抜けて、空中ガールフの A ハセ。一旦引いて、とりあえずブーメラン出しておく。さあ、 A こすってから手裏剣ジャンプ E、 投げではない、噛み合わせて、さあ、はやってから叩きつけて置き攻め、裏回りゲダンからガンガン攻めていきたいが、ここでワンコンボプラス画面端。じゃあ 6C はドトンで抜けて、ここから 2B しっかりガード、ジャンビー通るけどコンボには持っていけない。さあ、カウントヒット、これはもったいなかったか、コンボに行けなかったけどバスを吐き出してしまう。さあ、鋼なのでゲージ状況的には少々辛くなってきているが、 2B をちゃんと回避しつつ、なんとか体力状況的なリードをそのまま保っていく。カウンターヒット、これで体力状況逆転して、さあ、様子を見ているだけでは勝てなくなってしまうが、ジャン 6C、 ジャン 6C、 ジャンジャン振って最終ラウンド、こっからが勝負でするぞとキャラクターは言っているが、まずはレベルアップ。そしたらに対して長剣で面倒くさく
させていく。じゃあジャンインめくり通って、しかし惜しくない。タイル状況的には勝てるが、空投げ通されてしまって、バスを使っていく。早く下げるから、さあセンス滝登り突っ込んできたところにいい感じに通った。でもダメージにあまりならなかった。当てみとって、さあ登りじゃないから、イズナ縦設置して、ちょっとめんどくさい。ここでシャルガーワンコンボ、これが勝利の布石とならない。しかし向かい投げ通して、さらにワンコンボ受け身取れてしまう。スケージ吐き出してしまう。タイム状況ほぼ五分から、のぼりちゃんへしっかりガード、下段もしっかりガードか、やって発生通してバースト使わせる。噛み合わずにこの1は 2B の餌食。しかしバーストが残っていた。さあこの状況とタイムカウントからどうなっていくか。お互いにめんどくさい。空中投げ通して、しっかり追撃。勝ったのはヤブログ代理さんのシャル。さあ悔しい。はい、次が、折り紙サイクロン僕ですね、とミッチェルさんのエルザ。じゃあなんか実況できそうな人ちょうどいるんでお願いします。どうもマルチプロです。折り紙サイクロンコノハ対ミッチェルエルザですね。さあコノハエルザ、このゲームのもう画面見るのも久しぶりで、果たして実況ができるのかという不安を抱えながらもねやっていこうと思います。ヒエルザ対するは鏡コノハ。鏡置いてホーミングで攻める。さあ距離を取ってジャンプ攻撃から EF コンボ、まずワンコンボ鏡設置、上りジャンプ屋からここはリターン取れないが 4D バーストしかし読まれて 4D アルカナハードとは 4D と見つけたり中断。中段から殺しきらないが、ここは鏡設置から勝利を勝ってラウンド取るのは折り紙サイクロン。鏡がこれは生きないと、ここでコムニオが出ない。 A 発生からエリアルグラディウス 4D ジャン A からあっと落としてしまう。だが体力リードはエルザッと、ここでやられ判定が伸びていた。受け身狩りの投げから鏡を裏表、ここはしっかりガードして上り A から鏡表ガード 4D から、ここはバースト使っていく。あとワンタッチ、お互い後がない。コパンが刺さって勝ったのは折り紙サイクロン、この歯。いやこのゲームはアクアパッツァとは違ったはい、次コイヌマルアーマスさんとヘキルさん。ヘキルさんいるかな、なんかさっきからあんま見かけてないんだけど。ヘキルさん、あ、いた。なんかねメンツ見てるとね、どんどんねパッツァ大会やりたい感じになってきちゃうんだけどこれさあコイヌマルアマが大同時に合わせてるけど、エントリーはコノハです。さあ中東部杯大人気キャラの一人コノハ、確かに
相手キャラによって変えられるものがあるっていうのがね、アクアパッツァはなんか本当苦手なキャラ対策にするかダイヤを平均にするかみたいな、尖らせて使うとやっぱりどうしても厳しい部分が出てきちゃうんでね、特に投撃とかだと。さあまずは投げを通していく、タダつけからいつなじめ画面端、さあ横跳ねで反撃開始と 5B から成果月下タダつけで、さあ画面端妹呼び出して駒も置いておいて中段通ってここでバースト使わせる、さてはねちょいちょい置いてここで接近を許してしまって、さあ安いから画面端花が機能する前に縦穴落として拒否っていく、さあジャンピからしっかり叩きつけてせっか、さあわからない、総裁からっと AO か通らずに、しかし何も起こらなかったのでまだよかった、縦穴通してさあ駒から積み玉設置、積み玉当たってしまう、わからないか、とバースト、さあ 6A 置いといたのに対して乱れくない噛み合って、まず1本取っていく、こういいのもあるアマジャンピ受け満ちたところに絆を置いておく、超縦やね、さあダメージ勝ちはっていうか5分くらいだったかな、しかしここでワンコンボ叩き落として絆から超はね出しておいて、さあこの時間に突っ込んで駒を置いておくが機能しない、こういった石化月化雪月化からさあしっかり拾い直して赤いけど繋がってる、誰かとして駒置いといて中段じゃん、いい取って、駒ミスってしまう、勝ち確だったがここからどうなる、乱れくないガードしている、こう打った駒からコンボバーストを回復していて、これはっとさあかめバースト読み真下からね、なんかどっちがコマンド方向かも分からなかったんで、さあそんな女で勝ったのはコインヌマルアマさんのこの葉はい、で次が、ヤイバさんのアカネとコウさんのアカネ、あーでもコウさんやってるんでとりあえず飛ばします。そうなるとこっちでか、じゃあ港さんのリリカーとヤブログ代理さん、じゃあ港さんとじゃんけんお願いします。さあ1ピガースワールは、港さんのリリカ、2ピガースワールはヤブログ代理さんのシャルラハローとあるかな、先ほどとさあ変わらず運と風、開幕。さあまずはジャン 6C からゲージを奪っていく、簡単人とこのチャンスものにしたかったが、さあしかしいい状況もう一回作れている、うんころから打ち上げて差し派生で叩きつけからフリップ通る、ここから反対側の画面端まで持っていくが、シャルラハロートが技を振り始めてジャンイ押しバクサ、さあリリカも爆発してカウンター人、これはつながる、さあエリアルからファルクス締めダメージ取ってって、こっからジャン 6B とりあえず置いとく、さあ漏れてしまったが、しかし対空として地味に機能して殺しきる、まずは1本取っていくヤブログ代理さんのシャルラハロード、
さあスピーブスピーブと相手の懐に潜り込んでいきたい。ジョージェの入れてまずは3割。サラハロートの根性値がどんどん減っていく。ジャンビージャンビーとジョージェの、さあこれで2コンボ目、もう1コンボ。サイコロ置いといて、しかしとドライブ対空になって、そこから上りジャンゲーでの追撃取り返していく。皆さんのリリカ叩きつけて、とりあえず設置をポンポン置いて鎖の隙をなくしていく。じゃん 6B 2B 2E 当たっている、よく分からなかった。こっからフリップで降りてきて画面端サイコロ超サイコロガルクラッシュとステップが入っていなかったか。さあしかしサガトからやってさらにサイコロガードさせて攻め継続していく。崩れないがゴシーから、さあ超質入れて、さあ今度はこっちの番だとばかりに、しかしここでナイトストリームで切り返していく。2円置いといてステップを抑制。さあドバカナのジャン 6C 当てて勝ったのはヤブログダイリさんのシャル。はい、じゃあ次、ヤイバさんのと、コークコウさんがお願いします。さあまたもう嫌な金だよ、あかね。あるかな。さやいわさんはもちろんヒー、対するこうさんは花あかね。さあまずワンコンボ入れていく。やいわさんのあかねと落としてしまったけど、さあ画面端、さあ軽く溜めて相手の 4D を誘って、そっからさらに攻めていく。叩き落として2へ越して、そうは負けじと2へ越して、さあまた小玉溜めて風門取ったけど、しっかりコンボ入れて殺しきる。さあ攻め攻めなので火の攻めている時の芸術増加量は非常に高い。さあ2ラウンド目もまずワンコンボ入れているは刃さんの赤ね。ここで月砕き指導、月砕きから花投げ締め、ジャンビー通してカウンターレジストできているけど、さあもう一回ジャンビーから合戦欲加工を始め、受け身は少し入れ替わって、なんかよく分かんなくなって叩きつけ、さあガンガン押していく。5位からワンコンボバースト早めに使って、ここで勝負を決めていく。 6D ガーキャンに対して過去派、勝ったのは矢部さんの中ね。